ほう、こんにちは。 T1VS G2、 これ勝ったら準決勝、負けたら敗退です。このマッチアップ、1週間も経ってないかな、1回ありましたね、 T1 対 G2 で BO5、 5試合目まで行ってギリギリ T1 が勝ちました。しかし T1 そこから BLG と戦って 3-1 でボコられ、パフォーマンスが過去一悪いフェイカーです。一方 G2 はその BLG が5試合まで行った PSG 相手、苦戦した PSG を3立てでボコす。でその後ジェンジーが5試合目まで苦戦していたトップ e スポーツを3立てでボコして、今中国の2位を3立てでファッキンボコしてる。しかもピックバンがえぐい、アイバンを使ったりだとかポッピーサポートだったりとかトップヤソだったりとかレオナサポートもオフメタだらけ、もうピックバンがねうますぎる。ヨーロッパ1位対韓国1位、フェイカーの得意のオリアナ、フェイカーオリアナ以外は調子悪いのよ、コーキーとか特に。おーで G2 といったらこのハンサムのドレイブン先出し、カリスタバルス空いてるけども、バルス空いてるけど使うんだもん先に。あとコグマブラムとかもやってたよね、うまかったね本当。ポッピー、そうね、トップ e スポーツは結構ポッピー番してなかったっけ。ポッピーがうまいよな、さポッピー一応トップの可能性もあるし。カリスタ選ぶんだ、相手ポッピー見えててドレーブンなのに、だから自分からセルフカウンターされに行ってる感じがする。カリスタ自体は辛いはずなんだけど、まあ、でもレナーと合わせてやれるってことか。これカリスタが嫌な相手2人相手だけどね、ピックしたね。ルブラン、わーヨーロッパミッド、ヒューマノイドもそうだしキャップスも出してくれない。しかもフェイカーのオリアナに対してリスクのあるこのルブランアサシンチャンプ、ベタ足なんでチェーンを当てたらジャングラーと一緒に倒すっていうチャンピオンですね。しかし序中盤仕事できなかったらあまりにも何もできなくて腐っていく一方です。いや今マジでフェイカー超捕まるよ。 G2 すげえアグレッシブだからね、ピックだけじゃないからね、プレーも超アグレッシブ、甘えを許さない、テレポートガンガン使ってキャッチしに行くし。正直前回の T1 の感じでいくとティームリクイド相手めっちゃ苦戦してたんで、マジであのままいくと T1 今日3立てでボコられます。あのノースアメリカ相手にクソやらかしてたからな、マジで。毎試合特にフェイカーはマジで過去一最低だった。叫んじゃったもん、 T1 下手くそすぎやろ。で T1 はニダリーバン、ニダリーを警戒している。最近キャニオンが使ったりだとかね、レーンの主導権、 G2 は序盤強い構成です。신자르브란といったら、まあ、리신르브란相性のいいチャンピオン、まあ、機動力、まあそうだよね、ミッドジャングル最強だから、だから機動力とダメージ兼ね揃えてて、何をピックするかな。レクサイはバンされてるのか、何を取る。アイバンはさすがに今回出さないでしょう。 T1 はやっぱトリスバンしてんだね、トリスザックレクサイね、 G2 が好んで使うキャリーセルチャンピオンちゃんとバンしてるね。一方 G2 はセナアッシュルシアン、先出しカジックス、行かれてるだろこいつら。カジックスはキャニオンが死んじゃうのカウンターとして出したぐらいだよ。カジックス最近ちょびっと出るよ、ちょびっと。でも死んじゃうのカウンターでピンポイントで使うのに先に出すの、このアサシンを。マジかよ。こいつもルブランと一緒で、まあ腐るぜ集団戦。こいつワード壊して視界コントロールメインだね。アサシン多いから硬いセジュアに、そしてカミール、カミール相手だったらトップモッピーも強いけど、カミールトップ
最近流行ってるのはトップタンクでレーンスワップにも耐える安定するピック、または超レートゲームでベイン、カミール、TF って感じだね。まあ、だからエイトロックスも出ないし。で、ジャックス、これ G2 の問題点はエンゲージがない。ガチでエンゲージがない。ポッピーが壁ドンするぐらいしか。あとリスク高いね。ハロー、こんにちは。 T1vs G2 ファーストゲーム始まりました。これ3先ですからね。はい、三先っていう言葉をね、ストリートファイター6で学びましたけども、3回勝った方の勝ち、マックス5試合。まあ、構成を見ると、まあ、最近ね、やっぱ賭けがあるから、一回ピックバン終わった後、ちょっと俺黙るんだよね。で、まあ、構成見ると正直 T1 がド安定というか、フロントしっかりしてて、まあ、集団戦強いよね。カミールがボール運ぶこともできるし、一方 G2 これ尖ってて、特に見どころはカジックスとルブラン。こいつらダブルアサシンよ。アサシンってなんでプロで好まれないかっていうと、やっぱキル取るチャンプじゃん。でプロの試合ってやっぱソロ級と比べるとそんな戦いが起きない。あとアサシンがマークされちゃう。おー、でここで T1 が敵のジャングル入ってくる。レーンスアップを仕掛けるのは T1 だ。まあそらドレイブンポッピーきついからね。ドレイブンきついですからスワップしていく。でカジックスの時間もめっちゃ使わせたね。カジックス今自分のジャングルに行ってるから遅いよ。でミッドレーンでフェイカー、これ見どころフェイカーです。このシリーズフェイカーがどうなるかで T1 の勝敗は変わる。前回のシリーズ、まあ、相手がノースアメリカチームだったから勝てたけども1試合落としたし、フェイカーガチでひどかった。過去最悪です。11年プロやってて、もうね、一生捕まってる、一生捕まってる、マジで一生謎プレイで。フェイカーってショットコーラーでもあるから、ね、味方を操作するわけだから、そこが崩れるとやっぱショットコールもおかしくなるわけですよ。いやー、でこれカミール行かないね。ルブランがスキル使ったから本当は行きたいんだけど、これ後ろにいるだろうってことで警戒している。後ろに味方がいるから QW で入ってんだよね。ルブラン相手は QW 食らったら勝てません。QW オートで電撃発動するので、だから W の前を渡しちゃいけないんだけど、今のはカミールがいるから来いよって言ってた。でもカミールも、これジャックスいそうだなってことでいかない。これマインドゲーム、これ W 食らってないですよ。これが大事。 W 食らっては絶対勝てません。あとレベル3になったらルブランがチェーンを覚えます。これそろそろチェーン覚えるよ。あと1匹かな、あと1匹だ。 OK、 ここでチェーン食らったらフェイカー死にます。またフラッシュなのでフェイカー下がる必要がある。ここはキャップス、W を2個取ってるね。フェイカーにこのチェーンを当てるのはちょっとリスクがあるって考えかな。フェイカーなら避けてくる可能性が高いから、チェーンは取らずに W を取る。今 QWW だったね、まあ、WQW か。レベル4でいい取るかもですかね。まあ、相手が結構タワシャに行けるようなレーン状態だったんで、チェーンは取らなかった。別にタワシャでチェーンしても殺せはしないし、もうちょっと出てたらいけたけど、まあ、状況に応じて変えていく。で構成はレートゲームが T1 強いですね。カミール最強、レートゲーム、オリアナも強いし、集団戦。 G2 は一応サイドが強いかな。オリアナがやっぱベタ足でサイドレーンに出るとレーンが長いですから、サイドレーンはそこでキャッチを狙うとか。あとカジックスはね、やっぱアサシンだけあって機動力高い。おっと、でこのトップマッチアップはジャックス有利と言われてるけど、カミールも戦いようあるよ。ジャックスが、こうやって回転させてスタンのあれ持ってる時、通常攻撃無効化がある。でカミールって通常攻撃を強化するやつがあるから、あれをブロックされるとカミールは何もできない。でジャックスが飛び込んできたら、 E で飛び込んで、 Q で飛び込んできたらスタン当てようとしたら、カミールも E でパッと弾くと、あれスタン入るんで、敵ノックバックしながらジャックスのスタン食らわないっていうね、かなりミクロが大事な、マッチアップの知識が大事。うまいね。正直相手がゼウスだから、こういうジャックスとかね、スキルマッチアップファイター同士の戦いはね、どうしてもゼウスがどのマッチアップでも基本勝つんだけど、ビービー押されてませんよ。うわー、この通常攻撃をくれないマイコントロールね。メレー対メレーなのにタワーショット一発食らっちゃったよ。ブローキンブレード、このタワーショット一発は痛い。
어쨌든 순간 이동을 통해서 탑 쪽의 경험치를 먹은 건 초반에 좋았지만 거기서 집 타이밍을 못 잡게 된다면은 그거 먹은 만큼 더 토해내야 되는 상황이 나와가지고 저거 라인 관리 잘해야 되는 거거든요. 아 돗바모 맞으네. 각극에 다네. 네, D1 드래곤 토르 레이트 게임 고세다가 드래곤 1코 토르토 시간을 가세게요. 렌스 아빠 戻してきた. 보텀で 2 타프레 토트르 노와 G2. T1와 もちろん 1마 시카 토르네. 고데 체인 가타르. これで 장글 하게다라 죽는からね. この 속박 시간가 나겐다. 카직사 레벨 6이 났다から 인비지블 맞대. 足も 速くなる. そして 점프가 되기를. 기동력 바게모노です. 네, 고립してる 相手に とても 強い. ミニオンの横とかにいたらあまりダメージ食らわないけど、孤立してるとき強いからね、カジックス。で、G2 はドラゴンレッドサイドで失うの痛いね。地形的にレッドサイドの方がドラゴン食いやすい地形だと思うんだけど、逆にこのグラブはレッドサイドが帰るのが難しいから、逃げるの難しいんで取りづらいよ。で、今グラブめっちゃ強いです。でグラブ欲しいね、G2 は。サイドレーン強いから。いや、でもキャップス、CS うまく食ってんな。ルブランって結構 CS 落としがちなんだけど、ね。で、セジワネが今ドラゴン取ってるっていうアナウンスメントが流れたので、ここでグラブは、まあ、2個は取りに行くかな。3個取れるかちょっと怪しい。でもトップの主導権はある。しかしミッドの主導権がない。ミッドオリアナ、なんだルブランか。ルブランテレポートがありません。ジャックスここでウェーブを押し込んで、カミールはこのファームを食わなきゃ生きてられないので、グロンプ側にワードを置く。いや3つ取ったのでかい。でかすぎる。これ1個欲しかったんだよね。 T1 でオリアナが来れるんだけどルブラン来れなくて、ただ今ルブラン木の実取りに行った。機動力あるから。それで HP とマナ回復で、フェイカーもフェイカーで連戦にマナをめっちゃ使ってるから、小説で戦えないね。カミール押されてる。オリアナは一応有利取ってミッドプッシュは早いんだけど、 HP とマナが少ない。だけどここで今フェイカーも HP とぐんと上がりましたね。木の実を取ってます。下側の木の実取ったのはキャップス。オリアナもここでウェーブを先に押し込んだんで、ウェーブロストなしで木の実を食う。この木の実食うのがすごい大事、ウェーブプッシュイコール木の実イコールレーンの有利。でボトムのマッチアップはこのポッピーサポートに対してカミールを当ててきたぞ。で G2 側がレーンスアップを仕掛ける。これはボトムのマッチアップを避けたかったのか、それともカミールを潰したかった、ジャックスをカミールと当てたくなかったのか、どっちだ。でジャックスはでもウェーブ的には結構最悪なウェーブではある。でも押してくれるね。ダイブを狙うぞ。タープレート取りに行く。で今のところカジックスギャンクもうまくできてないし、ファームもセジワネと一緒っすね。カジックスってチャンピオンは基本プロだとキルを狙うというよりかはファームいっぱい食べてアンブラルグレーブっていうアイテム出して敵のワード全部壊す。視界コントロールで勝つみたいな感じ。앞라인에서가지고질각을만들어줄사람도없다라는부분에대해서계속도급함을느낄거든요。네지금처럼 T1 이드래곤스택을뭐하나만더끊을수만있다면은진짜완벽하게네드레이븐은파시브의관계죠。今191스타크담았대ますけど。라인을바꾸는데있어서 T1 도같이바꾸면서맞춰가는모습이고。これアルティメットで処刑のダメージが付与されるからめっちゃダメージも出るし、追加で出るし、キル取った時お金がめちゃくちゃ入るんで、これはキル取らないといけない。ドライブン取ってる時、しかも1回死ぬとスタックの 75% が消えるんで、相打ちでいいんだけど殺す必要がある。先にキルが必要。カミールフラッシュイン。一応スタンは避けた。ジャックス CC スタンがエグすぎる。セジュアニの得意な動きですね。レーンギャンク、こいつねブリンクプラスウルトが射程が長いからレーンから来るんだよ。でもそれを警戒してワード置いてたんだけど、カミールのウルトから逃げられない。で敵のジャングラーがボトムにいるから敵のジャングルに入っていく。でもそれ読まれてたね。セジョネがボトムで見えた。あ、うまい相手だったらトップ側のジャングル盗みに来るだろうってことで、ディフェンスに回ってたね。多分ワードもなかったと思うんだけど、条件反射で守りに行ったね、味方が。그냥서포터고아주공격적인친구라고봐야돼서그냥몇대만쓱건드려도녹아요。ここでジャックスがねブリンクしてきてプラスカウンターストライク使ったんだ。自衛を使っちゃったんだよ。そう攻めてきちゃった。タイミング完璧でしたね。ジャックスがブリンクがない、ジャンプがない、プラスダメージ攻撃無効化のカウンターストライクがない、プラススタンもないから生き延びられないね。あれは
블레이드 바텀 지역의 포탑 여전히 공략을 하고 있습니다. 네, 미드 쪽이니 뭐 좀 타이밍이 감이 안 갔다스나. 시야에 걸렸습니다. 골드 は T1が若干有利。 G2は攻勢的にここからドラゴン全部取る勢いがないとダメだぞ。ここからずっと戦う必要がある。カジクス、アンブラルグレーブコンプリート、ブロッキンブレード逃げられるか。ワードがないぞ。ワードがあればワードにブリンクして逃げれる。これドレイブンにキル入れにいってんね。壁ドン殺しきれるか。殺しきれ。あーカジックスが食っちゃった。まあでもでけえ、このキルはでかい。ドラゴンギブってドレイブンにキル入れようっていう作戦だ。視界もなかったし、まあでもこのニドラは痛いけどね。だけどまあニドラはギブですか。ドレイブにキルが入れば最高だった。事実こっからすげえ勢いづいたけど、ドレイブンアルティメットでタワーは守りに行く。いやでもタワープレート的にタワー的にめちゃくちゃ有利。うわー、しかもウェーブクリアまで完璧だ。でグラブも6。これドラゴンは捨てててレッドゲーム不安はあるけど、こっから爆発する可能性大ですよ。味方がいるから一旦ステイする。おポッピーうますぎ。ミッキーうまい。やっぱミッキーなんだよな。いや今正直ジャックスミスったんだけどね。スタンのタイミング、スタン当たってなかったし、ジャックス死んだな。これジャックス死んだらガチで終わるなと思ったんだけど、ポッピーが救った。いやミキマジでうまい。ポッピーずっとバンされてたもん、トップ e スポーツ相手。うわチェーンうま、チェーンうま。見てこれ、チェーン食らうとこれよ。いやーここからルブラン、カジックス、ドレイブンのパワースパイクですよ。ここからが勝負だ。実ゴールドも1200ゴールド勝ってる。12分で割とでかい。しかもタワープレートも削りに削れる。またチェーン当てた。いやこれタワー折りがやばいよ。トップ取る、ボトム取る、ミッド取る。これねいくらドラゴン取ってても結局アイテムでゴリ寄せるから。 G2 は4ドラなんて必要ないみたいな感じで行くよ。これドラゴンの運も良くないし、 G2 はゴミドラゴンではあるから。 G2 って NA チームですか。お前二度と G2 を NA チームだと勘違いするなよ。ヨーロッパだ、ヨーロッパの1位だ。 NA からこんなチームが生まれてくるわけあるかい。まあ、ちなみにヨーロッパのレベルが高いのも、まあ、NA よりも若干高いっちゃ高いんだけど、あんま変わんない最近は。もうちょっと前はねヨーロッパの方が強かった。でも今は G2 一強。あこれはカミールが捕まえに来るぞ。うわー、カミールのウルトはね逃げられないんですよ。カミールを飛ばす必要がある。でも飛ばせるスキル持ってるキャラは限られてるからね。トリサのウルトとかだったら飛ばせるけど、これよな、このルブランの機動力はスキルショット避けれるんだけど、あれは避けれん。G2 はね、G2 す、ほんと。おと、ドレイブンが今めっちゃ強いよ。エッセンスリーバー、ダメージがやばい。ウルトが当たれば、フラッシュ使わせてたね。処刑がついてるか、今328スタック。328スタック、HP 以下のやつ処刑するよ、多分あれ。俺も分かってないけど、詳しく。処刑ダメージあるんで、なんか3割ぐらいから削れるはず。合ってます ?OK。プレートスティールキャンプじゃなかったら死んでたかもな。うわ初心者だ。逃がすんじゃない、かっこいい。今一瞬脳がバグった。プレートスティールキャンプってなんだっけ。おじいちゃんちょっと悩んじゃった。あ旅じゃねえんだ。そうか、最近始めた人、ザカセントから始めた人はそっちだよな。オッケー、人数有利取ったよ。どうなる、ファイトがしたい。 G2 はキルが取りたい。いやポッピーうまく入れなかった、うまく入れてない。ドレイブンがどうやってキル取る。レナータは遠い、ドレイブンのキル。しかし集団戦圧倒的に勝ってるのは T1。
だけどキャップスが来る。ドレーブン、ドレーブン、これドレーブン勝つんじゃねえか、ドレーブンが勝つんじゃねえか、ドレーブンが勝つ。うますぎる。ゼウス、これドレーブンが部署の中に入るの読んでた。ハン様一発食らったら死ぬから物資の中で入ったんだけど、多分これカミール読んでた動きしたぞ。これね、前回もやったんだよ、トップ e スポーツ相手で。これ当てたらキルだよ、当てたらキルだよ、当てたらキルだよ、当てる。なんならチェーンも打たない、キャップスもうまい。いやー、しかしウルトが戻ってきてる。どっちが本物だい。あー、レッドバフのダメージがついてるから分かったね。いや、ゼウスやばいって。メタが周りに回ってキャリーチャンピオン使えるようになってる。ゼウスがもともとそういうプレイヤーだからね。あ、今のメタってベイン以外にもいけんだって気づいちゃった。まあ、このカミールやり始めたのがヨーロッパチームなんだけど、みんなやるようになってきたね。いや、これ正直ポッピーが何もできずにやられた。まあ、ウルトはうまかったんだけど、いや、まあ味方のために入っていったね。構成的にやっぱり一番最初に突っ込まなきゃいけないのがポッピーだから。でもこれで925ゴールと3キル分以上のキルを取ったよ。見て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 、これこのファイト、このファイト、このファイト、このファイト見て。いやー、ここでカミールが右にサイドステップしてたら死んでたんだよ。もうドレーブンがあのブッシュの中に入ったらカミールが負けるんで、その中ちゃんと入ってったね。자다음드래곤을앞두고있습니다일단 G2 근처자천천히동지위쪽으로빠져나오는 G2 입니다이야데모도레이븐바치크스쏘았대요 ADC 의아이템사야바이요도레이븐다가라근데これ G2 ドラゴンどうする？自分たちが4つ集める必要があったんだけど、今はもう遅いから4つ集めなくていい。だったら3ドラギブして相手の4ドラだけ阻止すればいいみたいな。そっち狙ってんね。これね、 G2 本当はね、序盤構成は自分たちで4ドラ集めて、4ドラの効果を受け取ってエルダーを早めに出して、バロンとエルダーで揺さぶってゲーム勝つ。バロンだけだったら時間稼がれちゃって5分に1回、6分に1回とか5分に1回待たなきゃいけないから。バロンって6分だっけ？6分だよね、うん、なんだけど基本序盤構成は1ドラまで上げていいの。2ドラまで渡すとちょっと試合時間が35分超えたりとか40分近くになっちゃうんで、2ドラもう取られてるから。しかもドラゴンもあんまり価値のないヘクステックだから、今から4ドラ集めたらもう1時間ゲームになっちゃうから、もう絶対勝てないんでドラゴン取っても。だからあえてドラゴンはもうどうでもいいから捨てて、俺たちはゴールドで勝つと、アイテムで勝つと言ってる。もちろん T1 の4ドラ止めないといけないけどね。3ドラまでは別に T1 も強くなんないから。あ、ケミテック、そうケミテックね、はい、てかマジで今年の大会 MSI ヘクステックかケミテックがもう8割、インファーナル1回あったかどうか。オーシャンもちょびっと、マウンテンは本当あんまないし、これ完全にランダムなんですけどね。クラウドもね、ちょびっとあったよ。で、ケミテック、まあ、ゴミとは言ってるけど、これはね、比較するとね、普通にあったら嬉しいよ。だけど、構成的に。強いドラゴンソウルだったら、まあ、事実も勝てると思うんだけど、割と超レートゲームじゃなければ。でもこの構成だと勝ちづらいよね。なので、まあ、ドラゴン一旦ギブ。その代わりにお金を取ってる。キルでは負けてるけどゴールドで勝ってるでしょ。しかもこれ6グラブではあるから、できるだけ戦闘避けてタワーとか取っちゃったら美味しいぞ。サイドレーンのタワーなんて2キル半分のゴールドくれるし。いや、 ADC のアイテム差がえぐいね。ドレーブン次何いくか、試験か、それとも GA か。カミールがいるから GA の可能性もある。いや、暗殺を狙ってるんだけど警戒するね。マジでフェイカー一生捕まってたからフェイカー狙ってんだけどね。おっとおっと、これは入るぞ。いやー、ちょっと待って、ヤイクが簡単に捕まった。ポッピーが守りに行く。でもドレーブンポジション悪すぎる、フラッシュ持ってねえのに。いやー、これカジックスがウルトで見えなくなってるのにオーナーがウルト当てた。これルブランス逃げれるスキルない。
いやーこのバッタがマジで機能してねえな。앞에서그런가안쪽으로그러니까두꺼비쪽으로저렇게까지깊이들어올거라고예상은못했는데야挟んでたし壁ドン決められるからみんなで行ったんだけど、やっぱこの構成の問題はエンゲージがないことですね。フロントラインもないし、これで入ってってウルトがあるから大丈夫やろってウルト打ったんだけど読まれてる。これねオリアナのボールが怖くてオリアナのボールから逃げたかったから上に行ったんだけど読まれてるね完全に。見えてない時にウルトぶち込まれちゃったから、あれウルト使って状況を変えるというかポジションを取る必要があるんだけど、あれ狭いポジションだったからどこ行くか正直バレバレではあるんだよな。右行くか上行くかの2択だから、これ中央だったらどっち行くか分かんないじゃん360度。커버해줄수있는인원들이없었습니다그래서그팀원의인원들이한사람을제거를하면서순간이런분위기를만들었습니다그리고아구마윗의순간딜도굉장히좋았었고10대5가됩니다네드래곤4스택은코앞이고이제 G2 도그러면결단을내릴때가온다는얘기겠죠아무리운영을하고싶어도드래곤도레븐치켄데스치켄가아레바카밀을또나노나그리아이카밀이워낙잘나가니까그부분을뚫을수도없고그렇죠특히나암살자형챔피언인르블랑과카지스가둘이들어가있는시점에서레나타의폭탄목걸이도엄청난압박이될것같아요야노레이븐も座ってるけどカリスタもめちゃくちゃゴールド入ったね今ので今のファイトでカミールがめちゃ座ったそしてカミールのニコアが出ましたトップのアイテムさやべえちょっと待ってジャックスもレッドゲームキャリーなんだけどアイテム全然出てねえやカミールこのアイテム出たらもうジャックス太刀打ちできないね。だから一生グループする。もうスプリットできない。カミール相手誰もできません。誰も勝てん。ルブラも無理。ジャックスも無理。カジクスも無理。ワンビーツー返される。だからこれカミールが横に出てる時にグループしてカミールがいないところで戦おうと。カミールを手段戦させようと思ってる。このビルドのカミールの弱点は柔らかいことだから。でも強いのはプッシュ能力と回復。だからミニオン触ると HP フル回復しちゃうんで連戦できないね。殴り合って HP お互い半分になっても1ウェブ食ったら HP 振るよ。これ4ドラを阻止する必要がある G2 は。うわドレイブンが取ったラッキーよ G2 ラッキーだよ。でレナータのウルトはあまりうまくはまってない。カミール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 、うわーゼウスゼウスが強すぎる。やばいってドレイブめっちゃ触ってんのに通常攻撃2、3発しか打てないって。でキャプテン味方が死んでるからソロキル狙う必要があるけどソロキルされないせいか、なぜなら彼はアンキラブルデーモンキングだ。いやゼウスゲーマジでゼウスが一人で救ってる。いやゼウスゲーマジでゼウスが一人で救ってる。うまい避け方うまいよ、うまいよ戦い方うまいけど2人しかいねえ、いけるか。カミールは今頃今ボトムにいてめっちゃ座ってる。なんならテレポートで来ることもできる。これはワンチャンスだ G2。 いやカミール徹底する。テレポートでカジックスをマークしに来る。ポッピーがそれをはたき落とす必要があるぞ。ポッピーがカジックスを守れ、守った、いけカジックス。しかし T1 冷静だ。これ T1 冷静です。何がうまかったってこれ一定のリズムでバロンの HP が下がるでしょ、みんなで叩いてるから。でカミールが入ってった。狙いはカミールがジャックスを止めてみんなで食べる。でもカミールが止められたイコールジャックス入ってくる。だからみんなで殴るのやめた。バロンを2600から減らなかった。一定のリズムで下がってたのに2600から止まらないからカジックス1人じゃ HP 削れん。スマイト1200だからダメージ、カジックス1人でこの1秒間で1400ダメージ出せん追加で。そうだから敵のジャングラーが入ってくるなと思ったらみんなで殴るのやめる必要がある。でもソロキューだとそれは厳しいね、みんなで分かってないといけないから。아까같은장면이어떻게보면뭐 G2 를탓하거나혹은한스삼한테뭐라고하기가좀힘든것같아요원래조합자체가엄벨조합입니다그냥이야제우스가도캐리다와마지데これ 제우스가카미르じゃなかったら本当にやばかったね。強いね、調子上げてきてるよ T1。 フェイカーも一回も捕まらない。ルブランカジックス相手やっぱ T1 を一番追い詰めるのは去年もそうだけど今年も TL だったんだなって。やっぱノースアメリカなんだよね。そうノースアメリカ。オーマイガード、
진짜 달라버렸어요 비비를. 그냥 너무 세니까. 야 솔로킬 하네요. 바케몬스 몇 킬을 내나요? 바케몬스 이 챔피언. 소아트도 가치대 바케몬. 타이만 쓰여이 기도력 아리스기를 울토데 확실히 1대1에 持ち込める. 만들 수 있는 플레이 메이킹 능력이 너무 좋거든요. 그 장점이 너무 확대 다메이지 持ってるから 탱크 토카세る. おっとリプレイでカジクスがフラッシュしたんだけど何があったキル取れなかったか。クレッチさあ、イミクバロンバックを用意して3000以上のゴールドを얻고있는팀원입니다。あ、チプネ、次は難関할거예요。이게날개를펼쳐가지고한쪽라인을깊게밀어서상대방이먹지못하게만들어야되는데カミールのむせにか날개カミールの弱点はね一応柔らかいことではあるんだけどまあ割と硬いんだけどなあいつパッシブも強くてだけどもう小手が出てるから集団戦簡単にできるぜ。 HP 減ったら HP なんか700ぐらいのでけえシールドも湧くし小手自体も HP いっぱいくれるからさっきよりも本当 1.7 倍ぐらい硬くなってるよこのカミール。いやこれイグナイトで死ぬね。ミニオンのダメージがダメ押しで入った。T1 これ勝ち方は分かっちゃったね。中国チーム特に PLG がよくやってたのはミッドのチャンピオンをバンしまくるってやつ。5体バンでフェイカーがあのバンされて機能しなくなって負ける。でそこでゼウスがタンクやってるとやっぱキャリーしづらいっていうのがあったんで、これフェイカーがいくらバンされてもやっぱゼウスファッキンドキャリープレイヤーだから。去年の世界大会もさJS 以外のキャリーチャンプでキャリーしてたし、これねメタを把握したかも T1。